イリノイ大学のシカゴ公式地内に保存されている、ハルハウスは、現在ハルハウス博物館として公開されているハル、ハウスの成果作業風景。1918年ハルハウスの体育クラブ。1918年ハルハウスは、1889年近代社会福祉の母と言われるジェーンアダムズが、イリノイ州シカゴに、 エレン・ゲイツ・スターと共同で設立した事前施設、セツルメントハウスで13もの施設に様々な部門を抱えるまでに発展し、当時世界最大規模だった。建物は不動産業で成功したチャールズ・ジェロルド・ハルの元邸宅で、ハルハウスの名前もそれに由来する。ジェーン・アダムズはこのようなセツルメントをロンドンのトインビーホールという線区で見てきたことがあり、 同様のものをアメリカに元設立に踏み切った。彼女は、ここを拠点に平和運動、市民運動を展開し、ノーベル平和賞を受賞した。その始まりは、近在に住む労働者階層の人たち、そのほとんどが移民でもあり、彼らに、社会的、教育的な学習の機会を提供するというのが、第一の目的であった。もとは、1856年に建てられた裕福な、 実業家の邸宅であったが30年を経過した当時はシカゴの中でも最も貧しい地域に位置していた文学歴史芸術などの様々な教室が設けられその他の授業も行われコンサートは誰が来ても無料でその時々の話題についての聴講無料の講演も行われ子供や大人のためのクラブ活動もあった子供のためには 伝承遊びなどが放置された。その後、セッツルメントは様々な形で枝葉が広がり、貧困者のための事前活動などのサービスも提供するようになった。病気の子供のための栄養のあるものを与えるような調剤局もあったし、デイケアセンター、公衆浴場、そしてホームレスのためのシェルターも設けられた。セッツルメントは次第に、 市民運動のような形で発展し、市民や州、国のレベルでの法制度的な改革のための代弁者となっていった。彼女らが特に擁護したのは、児童就労者の問題や、移民政策などである。ここに常駐して活動した人たちには、次のような人たちがいる。木原勝信、J アダムズの社会福祉実践思想の研究、ソーシャルワークの源流マイナス。 川島書店1998ありがとうございます。